インターネットテレビウィル増刊号の山根です。ウィル増刊号2021年の鳥を飾っていただく最後のゲストはこの方しかいないでしょう。おらかの加藤隆正さんです。ありがとうございます。光栄でございます。加藤隆正でございます。はいよろしくお願いします。よろしくお願いします。ます本日はですね加藤さんに今年2021年を振り返って。 この怒りおさめをしていただこうと怒りめやいろんなことありましたけどこれ鳥、はい、ウイルスを患後の鳥だといろんな話をしなくちゃいけないけど、ええ、やっぱりその前半の方を言うと、うん、この東京五輪中止運動、はい、あの左派勢力マスコミを中心とするこの運動のすごさね、うんはい、私唖然としましたね。 あの代表的なのがその森発言じゃないですか、はい、その森喜朗さんは別に問題発言はしていないなわけです、はい、何かというと彼があの言ったことは女性,女性のいるこの会議これは話が長女性は話が長くて会議に時間がかかるっていうことを<ー>あの途中というか前の方でこれ言ってるんですけど<ー>彼の主席。 あの趣旨は何かとというと女性は優れているので、うん、この理事に空きが出た時は女性理事に空きが出た時は私は必ず女性を公認にするんだっていうことを言って、うん、要するに男はほら忖度したりシャンシャンで終わらせようとしたりして、うんえー、会議で発言しないわけですよ。はい、けれども女性というのはやっぱり きちんとしてるからそれはおかしいですと言ってきちんと言ってくれることを彼は発言の中でずっと言ったわけです。それで女性が優れているのでその空きが女性理事の空きが出た場合は必ず私は公認に女性を選ぶんだっていう話なのにこの前半というかあの最初の方で飛び出した女性のは話が長くて会議に時間がかかるっていうところだけ取り出して女性蔑視だっていう社会問題に。 したわけです、はいま、異常ででしたねもう全く真逆のこれはストローマン手法といってこれはあのー、マスコミがよくやるんですけど一部を切り取ってその意図とは全く違うものを切り取ってそして問題化していくっていう。はい これはもう昭和50年代からもうずっと続いていたあのご中心ジャーナリズムの,あの、まあ、慣れの果てというか流れなんですよ。はい、要するに気に入らない、えー、閣僚政治家がいた場合その一部も切り取って北京特派員が中国の,その,この向こうの政府の方に行ってこんな発言してますけどいかがですかって言ったらそこだけ切り出されて言われたらこれは問題だって言いますよね。はい、それを打ち返して 問題化して、そして首を取っていくということの、これあのストローマン手法というのはそういう意図と違うものをこの切り取るそういうやり方とそのストローマン手法っていうんですけど、はい、これ未だに続いていることがよくわかりましたね。えー、非常に腹立たしかったですね。うん、で、私今この北京五輪がこれだけまあ あの国際的に人権問題要するにウイグルのこのジェノサイド問題なんだけど香港も南モンゴルもチベットもあるわけなんだけどもこれについて国際社会要するに西側がこのものすごいその圧力があるから中国はものすごい不利益は被るんだけどそれでもこのウイグルの助けを呼んでる人たちこの人たちを何としても助けなければいけないこれを私たちはこの,この人たちを助けようっていうことで。 その連帯をしようとしてる時にですね、えー、日本はこれになかなか連帯できないんですけど、はい、その人権とか差別とかあそういうものを言ってきたその東京五輪中止を行った人,人たちがなんかほとんど聞こえてこないんですよこれをシーンと,して,し,ーとし,し,してるわけです。じゃあああいう風な この全く真逆の発言の森さん発言ですよね、うん、それをあそこまで問題にしそして、えー、アスリートである池江璃花子さんにまで噛みついてコロナあの犠牲になった人に、はいえー、なんでそのこの「申し訳ない」という言葉が言えないんだって、うん、なんでアスリートとしてそれ出たいということをするんだっていうような、はい、あの殺到した あの批判でですすよね、ええ、もう異常だったじゃないですか、ええ、それで私たちも東京五輪を,このをやらなければいけないっていうことで一生懸命まあ言い続けたわけなんだけど、ええ、これ国際社会への約束ですから、ええ、それであの高橋洋一さん内閣参与だった高橋、えー、洋一さんがきちんとそのおこの各国の,このお陽性者の数をずっと このグラフも示してこれはもう日本はさざ波であるということを言ったらこれもものすごい事実を言ってもものすごいこの批判を浴びてそのさざ波の中でやらなければいけないということを言ったらとにかく東京五輪をやろうとしている人たちはもうひどい目にあったわけです。異常な社会でしたね 特に高橋さんに関してはあれさざ波ってツイート、うん、まあ単なる1個のツイートじゃないですか、うん、しかもまあ木村盛雄さんのものを引用して、うん、でで下にあの、えー、グラフを貼り付けてるわけですからね、えー、各国比較の、えー、まさにさざ波ですよね。えー、で言ってしまえば1ツイート、うん、なのにあれだけメディアがもう総バッシング、うん、袋叩きにしたっていうあの異様な光景はもう狂気の沙汰すね。だね。 あのあこの国にも言論の自由というものはなくなったんだなっていう、うん、普段言論の自由を,を言う人たちが、ええ、あのそういうことをやるわけですから、はい、それで根拠も示してるわけですから、ええ、その「さざ波」っていう、ま、木村森生さんの言葉それを引用して「さざ波」ってそれさざ波の理由はこれですよというふうにグラフもちゃんと添付したものが袋叩きに合うというそういう社会ですよ。うんまあ、異常でしたね今年の 上半期うど,ど,どう思いました若いい人はいやもう異様でしたよただ僕の周りだと特、うん、にこう僕と同じ、うんまあ、30代40代の世代は高橋一さんの件で目覚めたっていう方も、うん、結構いらっしゃるんですよそれが目覚めたつまり、うん、いやマスコミどう考えてもこれおかしいでしょうと、うん、で当時は、まあ、そうコロナの自粛が続いていてこれがもうどうにか終わらないかなって思ってた中で。うんうんうん またそう高橋さんのまっットな言説が潰されていって、うん、でマスコミは不安を煽るわけですよね。はい、だからそれに気づいたというか、あそこで、うん、あマスコミってまあ我々からしてみれば、うんまあ、当たり前マスコミってあまり信じてないわけですけども、うんうん、そこで気づいた方って意外に多いのかなって思います、ね、あれだけの大騒動になったから、えー、逆にこれはおかしいぞということがわかったわけですね。えー、そうすると。 森発言で私はもうあの発言の直後からずっと「いやこれは違いますよ」っていうことをこれ言い続けて結構なその私のツイートなんかもインプレッション数が100万とか200万になるんですけどそのインプレッション100万200万のやつでこれきちんとやったんですよ。けど森発言については 私はまあ言い続けてるけど私の言ってることに「あそうだね」って言ってくれるようになったのは最近ですよね確かに高橋さんはちょっとマシだっとだだたんん高橋さんの方が分かりやすかったんじゃないですか、ねうん、で森さんの場合は森さん自身がもう反論の場も。 ほぼ与えられ状態で、しかもあれはそのストローマン手法、うん、本当に完全にもうしかもそのもうあの全文が発言であってネットでクリックすれば、うんえー、その発言が、うん、あ,あるわけですよこれ5枚、はい、A4 にして5枚なんだけどそれ読めばいいのにあこれ全然問題ないじゃないっていうことがわかるのに、うんうん、それしませんからね。えー だからいまだにやっぱり受け身のマスコミ、うんうん、テレビ、新聞が報じることがすべてっていう方もまだやっぱりいらっしゃると。うん、だからそのよりこの対決、対立軸っていうのが鮮明になったかもしれません、ね、そうですね。それはまあこの新階級闘争論に相当することころですね。もう階級闘争論でも全部これ解説してあれずみでしたけどね。ね <laughs> それがやっぱりその現実の社会でその次々とそれ えー、私が指摘したことが起こっていきましたよね、えー、で今振り返ればですね、はい、その高井さんにしても森さんにしてもそういう東京五輪中止に追い込みたい人たちと、うん、我々のように絶対に有うう観客でちゃんと開かないとダメだ,、ねうん、ダメだと国際公約を守らないとダメだと、はい、<う>国際的な約束ですから それはでですよとということでねで、まあ、そのせめぎ合いがあって、うん、で結局まあその中間宅ともいえる、うん、まあ無観客五輪っていうなったわけですがこれはもう敗北ですよ、ね、敗北で失望したね、えー、あの私ほら菅さん応援してたんだけど、はい、そのこの無観客は失望したしそしてこの人流抑制に取り憑かれたこの尾身茂文化会会長そして文化会、うんうん、これにこのまま引きずられていったら菅さん もう対人になっちゃいますよっていうことを私たちはずっとあの避んでたんですけど最後までこの人流抑制に取り憑かれた尾身茂さん＆文化会これを切ることができなかったですよねこれは不幸なことでしたねただ一方でまあ光があるとすればまあそういう尾身会長にしてもまあ西浦さんにしてもそう専門家学者と言われる人たちのまあ信用が失墜した 年でもあると思うんですよ私たちの上ではもう当初から失墜してるんだけど、ええ、普通の人たち一般の国民がそれが分かったかどうかっていうのはこれはねなかなか分かってないんじゃないかという気もするけどね、うん、やっぱり事件以来の大木教授、うんうん、そして、えー、一人も患者を死なせていないあの尼崎の長尾和弘医師、うんうん、そして。 え元厚労省の意見議官である木村盛夫さん、うん、そういった人たちあの現実派の人たちですよね、はい、そういう人たちが分科会の中に入ってくれてたらいいのになっていうのは本当に思いますよね、はい、厚労省の思い通りのことを言う人しかいないわけじゃないですか、はい、それが国民にとって辛いですよねこれはまあ2021年の振り返りとともに、はい、来年2022年の課題だと思うんですけどやっぱりこう検証しないとダメなんですね。 後世に生かしていかないといけない、ね、だからそのためにもこう地一まあ、政治家専門家学者官僚がどういう発言をしていたのかと、うんはい、いうものをちゃんと検証してそう,、ね、そういうことをリストを作ってでもですね、うん、やっていかないといけないかなと思います,、ねいいすね、それだからこの今年の一番その大きな東京五輪と、うん、そしてこの総裁選ですよね、ええ、自民党の中の総裁選っていうのが これほど盛り上がった総裁選ってなななかかいんですよ、はい、それは高市早苗さんが登場したことによっていわゆるあの現実派の人たちが初めてこのあこういう現実派政治家が自民党の中にいるんだということに気づいた人が結構あの、はい、多かったと思うんですよ。えー、それでたったっ2週間の,あの お期間的にものすごい短かったけどもものすごい人気になっていってこのままあと1週間あったらどうなるんだろうかっていうところまで行きましたよね、えー、最初その「泡沫って言われた人がその国会議員数114人取りましたからね、うん、これは誰も想像してなかったですよね。えー と同時に、うん、河野太郎さん、うん、あの親中政治家の正体みたいなことも広く知れ渡。って、うん、そうですね。私、あの日本端子問題を発信させてもらったんですけど。はい、あの一時間のうちに、私、日本、日本端子のその、要するに太陽光発電のこの。そうです向こうで、中国で、これ、うん、作ってて、端子これ作ってて、うん、そして。その、要するに、何か。 有事があってもあのお客様の足元でって要するに中国のお客様の足元で自分たちはやってるから安心してこの私たちとこの取引をしてくださいということをそのパンフレットに書いてあったのでそれを私がツイートしたんですよ1時間のうち一時間に2本ツイートしたらあの合わせて330万インプレッションですよ。えーだから あっという間にそれであの広がっていってその河野太郎さんの,そのこの日本端子という、まあ、あの敷地内に平塚の家の敷地内にある会社ですからそれで大株主はもちろんあの河野洋平さんお父さんで本人も株を持ってるわけなんだけど、うん、要するに河野家の家内企業なわけですよね。はい、それがどののくらいの優遇を受けて中国と どういう商売をしてるかということがあっという間にあの後半の中心課題になりましたよね一般のメディアはもちろん全て無視したんですけどこの産経新聞だけが小さく書きましたけどこの、まあ、ネットの中では、まあ、ものすごい報道というかね話題になりましたよね。それでで一気に、まあ、こののの自民党の議員の中で ーと最後そのまあ86って要するに120ぐらい取るって言われてたものがだーっっととと人ぐらい減っていったとい減てたたうことになりましたよね、はい、だからあの小室さんという人の,、まあ、あの政治家という政治家のその姿勢ですよね向こうでの中国でどんなことを彼が発言してるかどういう写真を撮ってるかそして韓国へ行ったら日本の その靖国には絶対行かない人が、はい、ソウルの,その英雄が祀、まま、ののられているとか葬られている県中院にはこの訪問するというような、うん、そういうその彼の政治家としての姿勢を私もまツイートさせてもらいましたけど、えー、次々と明らかになっていって、はい、そして、えー、彼が総理になれなかったと。うん とということはこれははれ日本にっっては大きかったですよ、ねうん、まあ問題はその代わりになった岸田さんなんですけど、はいうん、そうなんですよね、はい、絶対に総裁にならしちゃいけない、うんうん、河野太郎でなってほしい、うんはい、高市早苗のある意味中間託として岸田に落ち着いたかと思っていたのですが、はい、いという話で、はいはい 次の動画で詳しく聞え,、はい、えていただきたいと思います。ありがとうございます。はいどうも。ここにしかない新たな発見がある。サイエンス、テクノロジー、ネイチャー、ミリタリー、そしてドキュメンタリーの本格映像をお届けするガリレオチャンネル。 チャンネルのメインとなるのは数々の受賞歴を誇るサイエンスドキュメンタリー番組の配信あなたの知的好奇心を刺激するハイクオリティな作品を定期的にお届けしますミリタリードキュメンタリーからは数多くのミリタリー ドキュメンタリー映像の傑作を生み出したワック作品からえりすぐりの映像を順次配信ミリタリー作品では現代の戦闘機や艦船の融資だけでなく貴重な記録映像ドキュメンタリー作品では環境エネルギー問題から歴史トピックスまでを幅広くお届けします 日本ディスカバーでは日本各地の美しい情景や人々の暮らしそして通常は立ち入ることのできない非日常の映像を配信その他ガリレオチャンネルでしか見られないオリジナルコンテンツもご用意していますここにしかない新たな発見があるガリレオチャンネルご視聴とチャンネル登録をよろしくお願いします